ホルモンバランスをね、整える薬をね、導入したわけ。医者に行って。導入したんだけど、まだしてなくて、買ったんだけど、飲んでいいのが、もうちょっと後なの。あと、明後日くらいかな。明後日くらいから飲み始めるんだけど。それで良くなるといいよね。本当に。マジでホルモンバランスの乱れで本当に毎月狂ってるから、いい加減になんとかしないといけないと思って、キムチに相談して、ね、キムチがいろいろアドバイスくれたから真面目に導入してみた。なんで期間空けるの？なんかね、飲み始める時が決まってんの。そっから飲んでくださいみたいな。決まってんの。ムラムラ消えちゃ、いや、消えたらやばいよ。やばいよ、消えたら。もう君たちにセクハラされたらブチ切れちゃうかも。今まではこちらもムラムラしてるからギリギリ許してたものがさ、なんならこっちからセクハラしたろうかみたいな感じだったのが、マリンがムラムラが消えたら、キムチにイライラするかも。それは困る。ムラムラと健康どっちを取る？え、でも冷静に考えてムラムラ本当に邪魔で、キムチには何回も言ってるけど本当に邪魔なの、ムラムラっていうものは。マリンの生活を破壊してんの、ムラムラが。一生布団から出れないとかさ、そういうことがあってさ、本当に、ちょっと亡くなった方がいい、多少。まあ、多少は、あってもいいと思うの。ムラムラ感は。それがあるからこそ、君たちの前でこう、ね、女を出していられると思うわけ。だし君たちのことを好きでいるわけよ。それがさ、亡くなっちゃったらさ、もしかしたら、ねえ、変わってしまうかも。性欲ありき。はははうん、違いますよ、もちろん。それだけじゃないじゃん、当然ね。そんな、それだけで見てるわけないじゃんよ。そんな、処理器みたいに思ってるわけじゃないよ。決して。でも、よく考えてみたら、船長って、本当に、ね、園児の頃からマジでド変態だったの。それ思うと、やっぱり変わんないと思う。関係なく。園児の頃から本当に救いようのない変態だったから多分大丈夫だと思う。いや、ガチガチ、園児の頃からガチでずっとエッチな妄想したもん。早くも、早熟ガールでした。マリンってば。